神社の歴史はですね、今から約1300年ほど前になるんですけども、天武天皇の白鳳4年という時に、鎮座したと言われているんですけどもね、吉野の山奥に自分の神様を祀ってくれれば、良き雨を降らせて悪しき雨は止めましょうという、そういうご神託があって、朝廷にしても天皇家にしてもその祈願をした神社だと。御祭神は高狼の神といいましてね、龍神さんを祀りしているんです。龍神さんイコール水の神様ですから。でなおかつこちらの高狼の神というのは、天空に登っていく、上昇していく龍神さん、あるいは山の峰に張って上に登っていく龍神さんと言われてましてね、龍神の中でも最高位の龍神さんと言われてる。みんなこう自然に囲まれている神社が多いことは多いんですけどね、ここの神社は特にその神々にね守られているようなね、そんな神社ですよね。私は奈良県の川上だっては何ですか、川上、川の上ということでね。でそれはやっぱり水亀としてね、水亀として天然林の水亀がしっかり、村はやっぱりそれを大事にしておることと、それからまさにこの吉野杉の、ね、人工林の水亀とね、そしてコンクリートの大滝ダムというコンクリートの水亀、これはやっぱり天然林、人工林、そしてコンクリート、人間でなくてはならない水がめ、まあ、森があって水があってということのね、まあ、そのことがしっかりこれから発信ができたら、じゃあ奈良県の川上ってそういうとこなのかなって、 みんなの知恵でね、その持ち味というか、いわゆる川上村っていうものをね、こう整理整頓探して、でそれが村の生きがいになったらかなと。ここね、産業って林業のほかに何もないですもん。田んぼがないですよ、農がないですもん。サラリーマンに意外はほんなら何って言ったら、もう山しかなかった。先祖が植えてくれて育ててくれたやつを我々は切って、でご飯食べらしてもとって言って、それはやっぱり次世代に我々もそれを返していかなきゃいけませんもんね。また林業なんてあんまりお金に走るよっておかしなったんちゃうけという面もあるんですもんね。でやっぱりもうこうになったら一度伐採して出題して、であとまた山にしてっていう、そういう循環性の林業をせんことには私は続きませんと思います。病って言うたら、どんなものが食べられて、どんなものが薬になって、いろいろその生きていくためのことを病で教わりましたもん。吉野はありがたいことに、吉野にいてもこの吉野林業自体というのは、川上村と隣の東吉野村、そして黒滝村の一部が、全部で言うたら吉野林業、十津川も含みますけれども、いわゆるそういう吉野林業という形の、いわゆる山 の地域はその地域で、それがほんで川上村おかげで二子村から100年以上の木も200年代を含めて残っとるというのが、なんとか今我々が生きていける道かなと。続けることが大事やから、昔から言うように継続って非常にエネルギーにいるけれど、儲からん儲からんってばっかり言い持ってでも、だけどまあなんとか頑張ってみるという形でやってくれとるということは、うん、この次のまた500年に続けていかんならないと、そういう気持ちがあるんで、社長としても当然そういう形で次の500年に、まあ、とりあえず50年先、今の50年前の戦後上を100年その凄い山にしようかと
そういう形で取り組んどるんで、まあ、あかんのは分かっとっても精一杯努力するというのが 大切なことやと。いい木も悪い木もいろんな木があるんだけど、その木を少なくとも水分に関してはある一定レベルの範囲内に収めて持ち出したい。そしたらそこから先加工する側も楽でしょうって言いたくんですけどね、本当は。ただ山にある木を切り倒して何メーターかに長さを揃えて出荷しましたっていう段階で良かった時はそれでいい、良かったんですけど、今ここへ来てやっぱりさすがにその木に性能って言ったら変だけど一定の何かを持たせてやりたくなったかな。あの木が売り物じゃなくて木の性能が売り物でしょ。木の性能を売り物にしないでこんなみんなどうね、みんなどうねことやってて、や在庫が安い安い言ってても始まらないんで、今やることは特徴ある木っていう意味で言うと極端に太いか長いかっていう形状の問題もあるし、樹齢の問題もあるし、それとこの木から柱一本取り出したその柱はもうほとんど乾燥が何十パーセントか出来上がってますよっていう材が揃いますよっていうの、それも性能だと思うし、そういう意味ではねまだやりたいこといっぱいありますけどね。趣味が書道でしょ、で本業が林業でしょ、で林業木をまあ枝打ちとか、まあ、下から枝打ち、まあ、植え付けねずっとして伐採小切り取材人の中で木を好きになって、で木何か木と書道とのコラボを考えて今のこんな作品ですよね。書き順通りね書かないとこういう風な稜線が出てこないんですね。本当はこの辺でもこの辺でももう真っ暗ですね、真っ暗。それを書き順通り掘っていったらこういう稜線が立体的な感じが出てきます。やっぱり吉野杉で生まれて育ったからには吉野の杉ヒノキを全国的に知ってもらいたいし、この年輪の色も艶も匂い香りですね、香りも立派な木ですから、それを発信したいですね。場所はね、これまた非常にこう後ろは人工林ですね、で前が原生林ですね、でこの対岸がの奥が天然林っていうんですよね。これぐらいそのいろいろの山が一箇所で見えるっていう場所が村でもわしはここしかないと思うんです。で今盛んに言われております子どもたちの森林環境教育なんてね、まさにここへ来てね、水森全部が見える場所、一番勉強になる場所、うん、でこの原生林村が平成11年から14年にかけて740ヘクタールという膨大な原生林を購入してもろて、うん、村の所有人として水源地の森として
ずっとね、残してくれる、これからずっとね、私非常に喜んでます。それはね、ほんまに村として今村長おっしゃるように、やっぱり水亀としてのね、緑のダムとしてのね、価値がね、十分生かせると思います。私たちはその水源地の村というのはもう素晴らしい精神で、しかも理念であると。でただそれをやっぱり世の人に、町の人に、子供にね、なぜ山が大事なのか、なぜ水が生まれるのかいうのをね、まさにその実践ですね、計画から実践、それをこの舞台を中心にきちっと語ってもらえる、伝えていただくという意味でね、辻谷さんの存在というのは非常に大きいわけですよね。やっぱり山へ入るということはね、大事に、人は、人間はね、何に生かされとるかというと、自然に生かされて生きとるということをね、実感できます。山へ来たらね、それが感じ取れたら、山はやっぱり自然は自然に大事にせなあかんということが分かるんですもんね。辻谷さんに怒られるんですよ。村長、自然との共生やったら、そんなおこがましいと。共生なんですよって、自然に生かされとんやと。まさにここでね、ここでその生き抜いてきた人のやっぱ言葉っていうのは重みありますよね。この柏木は宿場町で栄えた。で、昔はそのわらじがけでっていうような時代はね、この先にある小波峰の峠が上市ぐらいから来ると一日では越せなかったそうです。で、ここで泊まって朝早立ちで熊野へ抜けると。で、まあもともとこれも熊野街道ですので、そういうお客様は結構多かったみたいです。わーちゃんに聞きましたね。だから戸明けの5月の3日から9月の戸締めまで、お客さんが絶えることなかったぐらい忙しかったって。でも朝日館さんは特別ですね、やっぱり。それからこうしてね、やっぱお神がずっとこないして守り続けてくれとんやからね。ありがとうございます。まあ、田舎が好きだっていうのもあるし、やっぱりこういうものを大切にずっと残していきたいなっていう思いは自分の中でもありますね。そこがこれが川上の価値なんやと、やっぱりもう一度我々はその価値をね、自分たちがもう一度ね、自信持ったらええんとじゃんから、もう一回誇り持つべ。で、私は誇り持たんとね、村の人たちが誇りを持たんと、子供に語れない自信を持って。そしたら本当でやっぱ離れていくわけでね。まず村民がですね、もっぺん自分たちのその持ち味は何なのか、その持ち味をもう一回その誇りを持つことがね、思いますね。そんなことでね、一緒に仕事をさせてほしいと思うんやけどね。本当に思います。だから、まあ、子どもたちもこの自然の中でいろんなものを触れ合って大きくなって、また外もね見てきてもらって、村へね、帰ってきてくれるようなパターンが一番素晴らしいかと。言うてくれますね、ほんまね。やっぱりね、外も学んでね。そうそう、やっぱり見てきてもらわないとね。そうですよね。でやっぱり見て改めて自分の住んでたとこ、育ったところがいかにいいかっていうのをね、もう帰ってきてくれたら嬉しいし、そうです、ね、もうそれ以上のことないし。でも田舎のことを東京でしっかり語ってくれるのも、そうです、ね、大阪で語ってくれるのもまたこう嬉しいし、ね、そうですね、まあ、でも、村長の思いも川上村大好き、私もそうですけど、やっぱりそういうのをね、今の時にしっかり伝えていきたいなと思います。ね